ドライブレコーダーが捉えた映像。後方から近づく赤い車、そして次の瞬間、強い衝撃を検出しました。駆けつけた警察官が運転していた男の呼気を調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出。そう、飲酒運転。今でも年間2000件を超える事故が起きており、まだまだ後を絶ちません。そうした中、今ある取り組みが話題に。こちらは栃木県にある自動車教習所。ここで行われているちょっと変わった講習が人気となっているんです。それが、皆さんゴーグルをつけ始めました。ゴーグルを装着してます。何が始まるんでしょうか。そしてなんとそのまま車を発進。ところが、ポールに、当たりそうになってますね。当たって。こちら S 字クランクですね。乗り上げました。乗り上げました。今車が縁石に乗り上げました。乗り上げる乗り上げる。乗り上げました。また乗り上げました。別の運転手の方も、乗り上げました。縁石に乗り上げてます。なんだこれ、なんだこれ、ダメ、全然ダメ、わかんない。これ実はこれ、飲酒運転がいかに危険か身をもって体験できる講習なんです。こちらの特殊なゴーグルをつけると、目の前が歪んで見えたり、平衡感覚が失われ、酩酊状態を視覚的に疑似体験できます。これはですね、日本酒で5合、ビール大瓶で5本に相当します。いわゆる 3.3 リッター飲んだ直後の運転の体験となりますね。主に従業員の安全意識向上などのため、企業の研修で利用されるそうで、他県からも問い合わせが来るとのこと。この日参加していたのはカーディーラーの社員。我々カーライフを通じてお客様に安全と安心と快適、この3つを提供していかなきゃならないと、そういう立場の部分において身をもって知っていただきたいというのと、周りに広めていっていただくというのも一つになっていただけたらなと。実際お酒を飲んでいるとどれほど運転に影響があるのか、番組スタッフも体験させてもらうことに。すると、ちょっとね、大幅にまたいちゃってますよ。もうちょっと右です。中央ラインを大きくまたぎ、まっすぐ走ることすらままなりません。そして駐車の際にはポールに激突。まだ行きます。ぶつかっちゃいましたね。ぶつかってますか。ぶつかってますよ。まだ余裕があるというふうに思います。見えます。もうとっくにぶつかってます。本当ですか。全然まだ、さらに交差点では歩行者の存在に意識が回らず、おーい、危なかったね。教官が急ブレーキを踏まなければあわや大事故に。どうだった。遠近感覚であったりとか、物の距離感とか幅がもう、飲んだら乗るのは本当にその通りだなっていうふうに思います。運転できないな。運転はできないです。飲んだら乗るな、そんな当たり前のことをなぜ守れないのでしょうか。あれは酒が強いから大丈夫だって意見がとっても多いんですよ。少しぐらい飲んでも、大丈夫だ人が多いんです。検挙された人がよく口にするのが、自分は酔っていない、運転しても大丈夫だと思っていたなどの過信から来る言葉。
過去に飲酒運転を繰り返し人身事故を起こしたこともある男性はかつての自分についてこう話します。全然顔色変わんないじゃんって、それはよく言われました。自分はぐいぐい飲めるのですごいなすごいなって言われるのが嬉しくて、勉強とかできる方じゃなかったんですけども褒められるってことなかったんで、友達からでもそんなのが褒められたらちょっとなんか自慢になりました。本当は内面は酔っ払ってたこともあるんですけども、その、酔ってないとこを見せたい、強いとこを見せたい、つい気持ちが大きくなり酔ったまま友人を乗せてドライブしたこともあったそうです。なぜ飲酒運転はなくならないのでしょうか。課題について考えます。ではゲストをご紹介します。 VTR にもご出演いただきました、過去に飲酒運転を繰り返し事故を起こしその後30年間断酒を続けている田川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方、脳の仕組みなどに詳しくお酒が人体に及ぼす作用などについて長年研究されている武蔵野大学の阿部和穂教授です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはですね、VTR にも登場しましたこの酩酊状態を再現できるゴーグルというのを淳さん実際にちょっと手に取って歩いてみましょうか。この黄色いラインをですねちょっと危ない可能性があるんでちょっと真ん中歩いていい？歩いてどうぞ。え、でもで別に歩けるよ、まっすぐ。あ、でもまっすぐじゃないです。全然まっすぐじゃない。全然まっすぐじゃないです。ごめんなさい。え、マジ？ちょっとなんかわざとらしく。いやいやいや、本当に本当に。え？本当に？歩いてる。え？え？左に行っちゃう。左に行っちゃう。ま、でも本人の中では黄色いところを踏んでるつもりだけどね。ここ黄色いな。見えてるんですか？確かに。いや。もやがかかってる感じ、もやがかかってるけどでも特に見えてると思う。黄色の上でしょ。いや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 、え、でも黄色の上に足がある。いやいやいや、今ゴーグル外してさん飲んでます。めっちゃ近いここという。そうなんですよ、という状態になってしまう。よく運転できるね、じゃあこれつけて。そうなんですよ。まあ今夜はですね、その飲酒運転はなぜなくならないの、飲んでないです、飲んでないです、飲んでないです危ない危ない、言われる前になくならないのかというところを見ていきましょう。現状です。萌さんお願いします。はい、飲酒運転に対する厳罰化などもあり、およそ20年の間に、飲酒運転の事故件数は減少しています。死亡事故も10分の1に減ってはいるものの、取り締まりの件数自体は2万件近くで下げ止まっているというのが実態です。下がってはいるんですけども、田川さんにちょっとお聞きしたいんですけど、やっぱりこう自分はお酒が強いって思っていた頃があったんですか？そうですね、顔色が変わらないのでよくお前強いなって言われたのを覚えてます。強いなって言われると嬉しいもんなんですか？そうですね、なんか褒められてる気がしてました、ね。これ酔っ払って車に乗っているという自覚はあるんですか？ありますね、はい、あります。あります。最初からもう乗るっていうのを想定してます。ただ大丈夫だっていうつもりがありました。19歳でこう交通事故を起こしてから、その後もこう飲酒運転を起こしての、飲酒運転をしてしまったというのはこうなぜだと思いますか？基本的に懲りてなかったということですね。それと僕はお酒の飲み方が普通の人とはちょっと違って、飲んでしまうともうずっと飲み続ける、途中でやめる、コントロールが効かなくなるというのがありました。そこの、はい、分析までできていてもやっぱり飲んでしまうんですか？そうですね、お酒の自分に甘かったというか、はい、頭の中がお酒でいっぱいになります。これ阿部さん、やっぱりお酒っていうのは脳に影響っていうのはかなりあるんですか？まあ、皆さん当然お酒飲まれたことあるから分かると思うんですけど、アルコールってこう体全体に回って当然脳にも行くんですけど、はい、アルコールって基本的に麻酔薬みたいな作用があるんで、まあ、頭がぼーっとしますけど、まあ、その時に特にこの頭の一番前にある前頭前野っていうところが一番最初に麻痺されちゃって、これ実はお酒が強い弱い関係なく、はい、ほぼ全員が最初こう前頭前野麻痺。それって皆さんお酒飲んだ時にこう解放された感じしますよね、うん、ブレーコーだっつってこう大騒ぎできて楽しい感じになるのは実はここが麻痺されてるからなんですよ。普段ちょっと お互いにこう緊張し合って喋るその
壁が全くなくなってこうついつい喋ってしまうっていう時点でもう完全に麻痺しちゃってるんです、うん、じゃあ量じゃないってそういうことなんですね。あの実はそうです。だからもう自覚する前からもうすでになんかワイワイしてる時点でもうすでにあのお酒は回ってるって考えなきゃいけないんです。これあの大事なところかなと思ったんですけど、このお酒の強い弱いっていうのはだから関係ないってことなんですね。実はどこをもって強い弱いっていろいろあると思うんですけど、おそらく今お話しいただいた場合っていうのは何杯でも飲めるっていうのを強いって言いますよね、うん、その場合の強さっていうのは実は肝臓が強くて、はい、肝臓の酵素がいくらでもお酒を分解してくれるから飲んでもすぐなくなる飲んでもすぐなくなる、だからいくらでも飲める。また私とあんまり強くないんですけど、飲むとしばらくずっとこう酔っ払った状態が続くんで2杯目が出ないっていう、まあ、これがあの強い弱いなんですけど、実はお酒の脳に対する作用っていうのはその強い弱いはないんですよ。同じ 350ml のビールは誰にでも同じく脳に影響を与える、脳には影響が出てくると考えていただいた方がいいわけですよ、ね、だからぜひこの番組でもそこのメッセージを伝えていただいて、うん、俺は強いから運転しても平気っていうことは成り立たないっていうことはしっかりあの皆さんに分かっていただきたいですね、うんうん、これ30年間やめられてるってことですけども、どうやってこう制御されてるんですか。はい、私20代の中頃、昭和の終わり頃なんですけども、仕事でアメリカに行くチャンスがありまして、でそのままアメリカに着いたんですけども、アメリカであの飲酒運転をやはりしまして事故もしたんですけども、アメリカで飲酒運転で検挙されますと裁判所から、あのアルコールの自助グループ AA というのがあるんですが、 AA に来なさいと、それが嫌だったら刑務所に来なさい、どっちがいいですかということで、あのほとんどの方が AA という自助グループミーティング、1時間から1時間半のミーティングなんですけども、お酒をただやめたいという人たちが集まる、会費もない月謝もないグループがあるんですが、そこに参加させられることが僕はきっかけでお酒をやめることになりました。それ具体的にはどういったことを話し合うんですか。あのほとんどの方があのどんだけ昔ひどく飲んでたか、そしてこの自助グループにつながって考え方が変わって、そして今どんなに楽しく生きているかっていう、その3つを単に話してます。もうそこからは飲みたいっていう感情が全くないんですか。いや実はですね、僕はあのこの最初の AA ミーティングで行って、その、まあ、AA の言葉で底つきっていう言葉があるんですけど、自覚が生まれるまで自分はアルコールに対して問題があるんだっていうのができれば7年間かかりました。その間に何回もまた捕まったり、あの車を壊したり裁判になったり、あるいは刑務所も行きました。へー、だからすぐにはやめられないですね、その自助グループに入ったからといって。そうですね、あの避妊の病気とも言われるんですけども、自分は違う自分は違うっていうので、あの、まあ、実際にミーティング出なくちゃいけないんですけども、違い探しばっかりして自分は大丈夫だと、うん、これ最初の飲酒運転に対する意識も一緒なんですけども、自己中心的な考え方なんですね。でその根本的なところが見えなかったということです。それを7年かけて最後の飲酒運転の時にあのやっと分かったっていう感じですね。でも本当にあの生きててよかった、どなたかの誰かを命を奪わなくてよかったって今本当に感謝してます。ちょっと世代継承の話を、ね、ちょっとずれるかもしれないですお聞きしたくて、やっぱりアルコール依存の患者さんとかと話していると、実は父親もそうでしたと。でやっぱり結構自傷行為であるとか虐待とかも含めて世代が継承されていくみたいな話っていうのが一部指摘されて、そのあたりはどうなってるんですか。あの実は依存症っていうのはある種の心の病気でして、やはりあの実は同じようにお酒を飲んでもなる人ならない人のがなぜかって言ったら、日常生活の中がどうかっていうこと、今おっしゃったように虐待とかね、あの、まあ、小さなお子さんであればいじめであるとか、まあ、そういった嫌なことがあった時に逃げ場が欲しいと、まあ、それが大人の場合はお酒なんですけど、お子さんの場合だったらスマホであったりとか SNS にハマったりとかいろいろあると思うんですけど、日常生活から逃げ場をそこに求めた時にそこにハマっちゃうんですよ。だからやっぱり日常生活が充実している方の場合にはいくらお酒を飲んでもそこは逃げ場じゃないですから。実際にアルコールを摂取した後に、まあ、肝臓と、まあ、脳への影響ってあるわけじゃないですか、これどれくらい時間が経てば運転はしていいというふうに判断するんですか。それはもう量次第ですね。あとはその今言ったようにあのアルコールを分解する力にもよるんですけれども、まあ一般的にはあのちょっと酔ったぐらい飲んだ場合には4時間ぐらい経てば大体減るとは言われてるんですけど、まあ、ただ例えば今ぐらいの時間に皆さんでちょっと一杯ってやったぐらいでも
多分翌朝には影響は残ります。でもっと重要なのは血液中の濃度とか呼気中の濃度がゼロになったとしても影響は脳に残ってるってことです。そうなんですか。例えば皆さん大きな音ガーンって聞いた時に音が消えても頭の中でキーンと音がしたりなんかしばらく耳聞こえなって感じあるじゃないですか。あれと同じでお酒が消えてなくなってもその影響がここには残り続けてるっていうことを知っていただかないと。どれぐらい？それもそれは分からないです。分からない。逆にそれが分かったから平気だっていう方が僕は危険だと思うので、もう言っちゃうと前日夜遅くまで深酒をした日はできたら翌日は全くハンドルは握らないぐらいの意識でいてください。だから逆にこう濃度を測ってアルコールがゼロになったから平気だっていうのは逆に危険だと思います。それはじゃあいわゆる隠れ飲酒運転みたいな実際に検挙されてない、いや例えばじゃあ事故があったと、ただそれは別に酒酔いでも酒酔いでもなく違う、まあ、形で検挙されたり事故処理されたと、だけども実際には飲酒の影響があったみたいなケースも隠れ飲酒運転みたいなことあると思います。でも先生がおっしゃるその脳への影響が何時間あるかわからないってなると我々もこうお酒の飲み方っていうのをちょっと見直さないといけないのかなというふうに思ったんですが、例えばじゃあ24時間以上続きますって言われたら2日前からお酒を抜いた状態で運転をしないといけないのかとか、何かその目安をいただけないかなと思ったんですが、まさに飲むときは車で行かないとか、あの翌日は運転しない、それを徹底するのが一番手っ取り早いです。何時間経ったらっていうことをいちいちでおっしゃるようにそんな判断できないですよ。そうですね。実際あのハンドル握ってる時点であの多分酔っ払ってたとすれば何時間経ったから平気っていう判断自体がすでに誤ってるので、まあ、あのこういった飲酒運転をなくすためにですね、こうとある装置が注目されています。アルコールインターロックという安全装置なんですが、こちらは車に取り付けた検知器に息を吹きかけ、まあ、基準値以上のアルコールが検出されるとエンジンがかからないという、もう物理的にエンジンかからない装置ということなんですけども、まあ、こういったものがあれば確かにと思ったんですが、本体価格14万円だから自分でつけなきゃいけないっていうところが、まあ、ネックなのかなというふうに思いますけどね。でも欧米ではこれ普及しているんですね。これ田川さんにもちょっとお伺いしたいんですけど、こう飲酒運転をなくすには、まあ、ご自身の経験から、まあ、何でもいいんですけども、どういったものがあると対策なのか、何があればいいと思いますか。今先生がおっしゃったあのお酒はあの合法な麻薬であるって、これアメリカでもよく言われていることです。なのでお酒の付き合い方から、あの飲酒運転ももちろんそうなんですけども、あの お酒と上手に付き合える人、付き合えない人で、僕は付き合えない人で、それ気づくのが、あの僕の場合はすごくラッキーで、飲酒運転によってそういう自助グループにつながったから、A ミーティングにつながったんで、そういうチャンスいただいたんですけども、こちらでは罰則するだけで、なかなかあのそういう罰は受けるけども教育は受けないみたいな、だからそういう広報とかそういうのが、だから少しでもお酒に問題があると感じられる方は、あの今オンラインでも A ミーティングってやってますので、気軽にあの参加して、こういう人たちもいるんだ、自分はどうなんだろうということで、あの見てもらったらいいかなと思ってます。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。